またお会いしましたね。メイヤです。今回はですね、また心霊写真が手に入ったんでですね、そちらの方の鑑定をやっていこうかなと思っております。今回もですね、まだちょっとお手紙があるんで、そちらの方を読もうかなと思っております。今から25年ほど前に、夜の砂浜で撮影した写真です。まあ夜の砂浜っていうとですね、またオーブなんじゃねえかって、まあ、思ってしまうんですよ。やっぱりどうしてもですね、海なんかでもですね、風の強い日だと海水がですね、風で巻き上げられて水の粒子みたいなのがですね、フラッシュの光に反射してオーブのように映るっていうことがあるんでですね、まあ、この夜の砂浜っていうとなんかオーブがたくさん映ってるっていうイメージなんですけど、あ、まあちょっと続きを読みましょう。僕の背後にパンティーらしきものをかぶった男の人が映っているのですが、悪霊か何かなのでしょうか。怖いので鑑定お願いします。パンティーらしきものをかぶった男の人、変態仮面かよって思うんですけど、写真こちらか。ああ、この写真ですか。まあこれですね、確かに変態仮面が映ってますね。夜の砂浜で撮られた、まあ結論から言うならば、まあこれは悪霊ではないと言いましょう。まあ、言うならば、まあこの正面に映ってる人の、まあ、友達なんじゃないかなと。まあこの前に映ってる人を見るとですね、まあ大体年がですね、20歳ぐらいかなに見えるんですよ。で、おそらくこの後ろに映ってる人もそれぐらいの年って考えるとですね、まあ、これぐらいの年のですね、その若者はですね、まあ、こういう悪ふざけをしがち。なんか初めて車の免許を取って遠出のドライブなんかに行くとですね、まあ、テンションが上がって、まあ、こんなことをやるっていう、まあ、それがあると思うんですよ。そうですね、まあまあ、強いて言うのであれば、まあ、この後ろの人が頭に被っている、まあ、パンティーらしきもの、これをどこで入手したかっていうのがですね、まあ、この焦点だと思うんですよ。もしこれがですね、人の家に干してあるものとか親兄弟のものをですね、まあ、勝手に持ってきて頭に被ってたらですね、まあ、この方は本当の変態仮面ってことになるんですけど、まあ、力を使ってですね、まあ、10万円ぼったくってもいいんですけど、まあ、これはちょっと悪ふざけが過ぎてますよね。自分がですね、いつもやってるですね、能力っていうのがですね、危険なものを感知する能力。まあ、言うならばダウジングの強化版みたいな感じなんですよ。これはですね、まあ、自分が後天的に身につけた能力なんですよ。でもですね、まあ、それとは別にですね、自分が生まれついての天性の能力っていうのを持ってるんですよ。それが何かっていうとですね、物の残留思念を見抜くっていう能力、これが使えるんですよね。これはもう子供の頃から、もう生まれた時から多分あったと思うんですよ。でも幼少期なんかもですね、墓地で過去の人を見かけるような、なんかそういうことがまあしょっちゅうあってたんでですね、まあ、その残留思念を見る能力、ただこの能力ってですね、常日頃から見えてると結構日常生活がままならないことがあるんですよ。生きた人間なのか過去の映像なのかが分かりにくい時があるんですよ。だから普段はその能力を表に出さないようにしてるんですよね。でですね、それをどうやってやってるかっていうと、その能力を使う時だけ、まあ、これを使うとですね、その能力が戻るんですよ。これですね、まあ、自分の師匠の形見なんですよ。まあ、自分の師匠はですね、まあ、除霊師だったんですけどね、除霊師で、まあ、今の自分のような、こんな白装束を着た格好をしててですね、もう80歳ぐらいのおばあちゃんだったんですけど、まあ、この袖口に仕込んだファンからものすごい風を吹き出して、まあ、それで線香の煙を巻き上げるみたいな、はぁーみたいなパフォーマンスがものすごい、なんか、もう80過ぎたおばあちゃんだったんですけど、まあ、最後はですね、まあ、その悪霊との戦いに敗れ、お亡くなりになってしまったっていう。でもその、師匠の形見の術、この術をつけた時だけ、まあその自分の本来持つ
残留思念を見抜く能力っていうのがですね、使えるようになるっていう。まあでも、まあその師匠の形見ですよ。まあ、まあその師匠がどんな人だったかっていう話はですね、まあ、機会があれば話そうと思います。いや、本当になんかその、人柄的にはいい人だったんですよ。もう正義っていうか、まあ、ただ困った人を助けるためだけに能力を使ってる。だからまあそういうところがなんかちょっと本物なんじゃないかなって自分は思ってた。まあ、尊敬してたっていう、まあそんな感じなんですけどね。まあその師匠の数珠を今つけたんで、これでちょっと残留思念っていうのを読み取ることができるんですよ。で、それでちょっと、今回この写真に込められたその残留思念みたいなのを見て、この時の状況なんかをですね、読み解こうと思います。なるほど。わかりました。このですね、この方がですね、頭に被っているこのパンティはですね、これ、当時ですね、ゲームセンターなんかにあった、蜜爪の UFO キャッチャーで撮った景品です。まあ、それをですね、まあ、撮ったから、どうしようってなって、とりあえず頭に被ってみたっていう、まあ、そういうことみたいですね。まあ、なんか、当時は本当その UFO キャッチャーで、女性ものの下着なんかがですね、景品として入ってるっていうことが結構あったなっていうのを、覚えてますよ。まあ、ただ、この写真に関しては、もう心霊写真とかいう以前にですね、まあ、ただの悪ふざけだったなっていう、まあ、そんな感じですね。悪霊か何かなのでしょうか。怖いので鑑定をお願いします。怖がる必要はありません。これは一緒に海に遊びに来た友達です。間違いありません。というわけで一応今回はですね、まあちょっとやっとちょっと久しぶりに心霊写真の鑑定ができるのかなって思って期待してやったんですけど、まあ中を開けたらちょっとこんななんか悪ふざけの写真だったっていう、まあ、そんな話でしたね。まあ、次回こそはですね、まあ、ちょっと本物、まあ、本物っていうか、もう少し本物っぽいものでいいんで、まあ、そういう写真の鑑定がしたいなと思っております。それではまた。